白坂慎太郎です。今回は過去最高というテーマのお話を聞いていただければと思います。まず大前提として、人は生きている限り成長し続けるというのが大前提です。特に今回のお話っていうのは、その前提があってこそということですね。人は生きている限り成長し続けるというのが大前提ということになります。もちろんですね、その成長する分野っていうか、部分っていうのは変わっていくんですよね。例えば生まれ生まれたばっかりの0歳の赤ちゃんからですね、例えば20歳とか25歳とか、それぐらいまでっていうのは、一番、著しく、発達するのはどこかって言ったら、やっぱり体だと思うんですよね。例えば、人生で一番ね、早く走るとか、人生で一番早く泳ぐとかね、人生で一番ね、輝かしいスポーツの記録を出すとか、っていうことになると、例えば10代後半だったり、20代だったりということになるわけですよ。逆に30、35、40というふうになってくると、やっぱりね、人生で一番速く走るとか、一番速く泳ぐとか、スポーツの分野で、ね、輝かしい成績を残すとか、っていうのは、だんだん難しくなってくるということですよね。だから最初0歳から20歳とか、0歳から25歳とか、0歳から30歳前半ぐらいまではですね、体が著しく成長するということになるわけですよね。じゃあ逆に30以降っていうのは、今度はね、体が衰えていくっていうんだったら、人間の全体ですよね、総合力が衰えていくのかって言ったら、そんなことはもちろんないということですよね。体は、はっきり言って10代20代には勝てない、例えばスポーツとかっていうのは勝てなくなるかもしれないわけですけど、今度は脳ですよね。脳、例えば知識とか、経験からの学びとか、技術とか、そういったものっていうのは、今度は30代40代っていうのは、どんどん伸びていくということになるわけですよね。やっぱ学びの吸収っていうのがいい、そして脳を鍛えるっていうかね、自分の頭で考えるという力ですよね。その PDCA ですね、プラン・ドゥ・チェック・アクション、計画立てて実行して数字を検証して、そしてどうして目標との差が生まれたのかっていうのを、考えて改善を図るということで、PDCA プラン・ドゥ・チェック・アクションですね、こういったものっていうのをやりながら、頭を使って頭で考えて頭を鍛えていく、その脳っていうのは、やっぱ30代40代っていうのは伸びていくということですよね。だから体はね、その成長っていうのはしなくなるかもしれない、衰えていくかもしれないわけですけど、逆に脳っていうのが発達していくことによって、人間の全体としての総合力みたいなのは上がっていくということですよね。じゃあそれが今度はね、50代60代ということになると、はっきり言ったらね、30代40代の人たちに、いわゆる知識、技術、技能という面では、なかなか勝つのは難しくなってくるということになるわけですよね。やっぱ30代の方が実際、例えば最新技術、今であればインターネットとかですね、スマートフォンとかインターですね、もしくは AI 人工知能とか、そういったものは当然詳しくなりうるということですよね。50代60代の人よりも30代40代の人の方が、詳しいというのは、むしろ自然ということになるわけです。ってなったら、体、そして脳といった部分で、もしかしたら若い人たちよりも、その相対的に衰退していくかもしれないわけですけれども、その代わり今度はね、感性っていうかね、人情の機微っていうか、その人のことを理解するとかね、人に共感できるとか、そのいわゆる感性っていう部分ですよね、EQ って呼ばれたりするエモーショナルの部分ですよね、その部分っていうのは、やっぱこうね、人情の機微とか、そういったものっていうのは、やっぱこう経験に基づくものなので、人っていうのはね、合理的に意思決定しようと思いながら、実際はかなり感情的な生き物ということになるので、論理的にはこうなはずなのに、実際ね、論理的ではないということですよね。人はできるだけ合理的であろうと努力はしてるんですよ。人はできるだけ合理的、論理的であろうと努力してるんですけれども、実際の人の行動っていうのはほとんど感情的なんですよね。感情の方が論理よりも24倍ぐらいエネルギーが強いので、論理ではなかなかこう制御するのは難しいと言った時に、人一人見る、もしくはこう社会全体、世間全体を見ると言った時に、必ずしも論理的、合理的に機械のようにカチッ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 と動いてるわけじゃないということですよね。だから論理的にはこうであるはずなのに、実際はこうだって言った時のその差っていうか、そのギャップみたいなものっていうのは、かなりこう感覚的なものなんですよね。でそれっていうのは、座学とか
勉強ではなかなかこう掴む、体得することっていうのはできない。やっぱりこうたくさんの人と接して、そのたくさんの人と接しながらの人生体験を通じて、まあ、人情の機微みたいなのがだんだん感覚的にまあ、ね、養われていくといった時に、ね、やっぱりそれは50代60代の人っていうのはね、若い人たちよりも圧倒的にまあ、ね、優れてるっていうか、まあ、成長していくわけですよね。で最後じゃあね、もう60以降、まあ、70、80、90ですよね、まあ、人生100年時代ということを考えた時に、まあ、いわゆるこう、ね、まあ、高齢者の世代ということになると、まあ、例えば0歳から20歳の、ね、例えば身体的な、ね、発達成長という部分もあまり期待できないということですよね。なんで脳ですよね、考える力とか、そういったところも、まあ、例えば最新技術に、まあ、精通しているとか詳しいとかっていうのも、まあ、はっきり言ってね、そんなにこう、ね、その相対的に優れるっていうのは、まあ、難しいだろうということですよね。で、まあ、50代、40代後半50代とかってなると、まあ、結局ね社会の中で、まあ、結構バリバリということで、まあね、会社企業とかだったら、まあ、かなりいい役職ですよね。部長とかですね、まあ、取締役とか常務とか、まあ、そういった役職になってくるわけなので、まあ、そうなるとやっぱりね社会の第一線で活躍している人たちに比べて、まあ、そのね人情の機微とか人を動かす力とか組織を統制する力とか、まあ、そういったのはもしかしたら衰えていくかもしれないということですよね。じゃあ最後高齢者ということになって、まあ、60以降ということになってきた場合っていうのはもうね、どこが発達するかっていったらこれ精神ということになるわけですよね。まあ、SQ と呼ばれているスピリチュアルの部分ですね。まあ、だから、まあ、いわゆるあの人はなんかね雰囲気がとかね、オーラがとかね、すごくあの人の、ところに行くとなぜかね、心が和らぐとか落ち着くとか心が軽くなるとか、まあ、そういうね、本当になんかねその人自身が持っているなんか目に見えない魅力みたいなもの、そういったものっていうのはやっぱ年齢重ねれば重ねるだけなんかねこう穏やかさみたいなものがですね、やっぱりね上の世代の人たちっていうのはどんどん、まあ成長させていくっていうか発達していくので、まあ、その全体の総合力でいった時にやっぱりね、まあ、人っていうのはまあ亡くなる前ですよね、まあ、それこそ80、90、100、亡くなる前が、まあ、人間の総合力としては、一番こう成長した状態に、まあ、至っている可能性が高いということです。だからまず今回過去最高っていうテーマの話なんですけれども、大前提は人は生まれてから生きてる間ずっと成長し続けるんだと。だから赤ちゃんっていう状態が一番ね、まあ、はっきり言ったら、まあ、人間の総合力が一番低い状態で、逆に、まあ、亡くなる寸前っていうのがその人の総合力ですよね。それこそ体、脳、そして感性、そして、まあ、精神の総合力としては、一番ですね、まあ、発達してるっていうか成長してるっていうのが、まあ、今回の話の大前提ということになります。ってなると、まあ、自分自身も過去最高の自分っていうのが今この時この瞬間生きてるわけですよね。で目の前の相手も過去最高の相手が今この時この瞬間生きてるわけですよ。でそう考えた時にそれをずっと広げていくと、結局社会のみんなも結局過去最高の自分っていうのを生きてるということになりますよね。まあ、もう一回ここ大事なので繰り返しますけれども、今回の大前提っていうのは生まれてから死ぬまで常に人は成長し続けていますというのが大前提だということですよね。まあ、部分部分はともかくとして人間の総合力としては必ず上がり続けていると。やっぱり人はそれぞれね、みんなが幸せに生きたい、心穏やかに生きたい、もしくは、ね、できることならば成功したい、そして人の役に立ち社会に貢献したいという、まあ、いろんな思いを持ちながら、人はそれぞれ主観的にはね自分なりにはみんな一生懸命生きてるということを考えた場合、過去最高の自分がいて、過去最高の相手がいて、で過去最高のみんながいるというのがまあ、ね、前提ということになるわけですよね。でそうした時に、じゃあそれが例えばね、まあ、理屈っていうか理論的になんとなくまあ分かってきたとしたとしても、じゃあそういうものの見方で日々日常生活が送れるかっていうことなんですよね。まあ、すなわち今この時この瞬間の自分っていうのは過去最高の自分なんだと。で同じように今自分の目の前にいる人も過去最高の相手自身なんだと。そしてね、この世間とか社会のみんなですよね、は全てそれぞれの人にとっての過去最高の一人一人なんだというものの見方っていうのが実際上ですね、日常生活の中で、まあ、できるかって言ったらものすごく難しいわけですよ。ものすごく難しい実際は、だから理屈は理屈ですよね。なので人間はやっぱりね論理の生き物じゃなくて感情の生き物
頭ではこうだっていうふうに理解しているつもりでも実際は感情的には全然違う行動をとっているということがやっぱり起こりうるわけですけど、理屈の面で過去最高の自分自身がいて、過去最高の相手がいて、そして過去最高の社会が出来上がってるんだと、みんなはね、全ての人がそれぞれの人の過去最高の今っていうのを生きてるんだというのを、まあ仮に理屈の面で論理の面でまあ納得したっていうか理解したとしても、じゃあそういう目で日々日常生活を送ることができているか、もしくはできるかって言ったら、これはものすごく難しいっていうことですよね。相当難しいということです。まあ、だからやっぱ50代60代70代80代10代っていうことで、ずっと人間っていうのは成長し続けるということなんですよね。要するに頭で分かってたとしても実際できないから、じゃあそれをできるようになろうということで日々ね、改善を図りながら成長し続けようとするということですよね。もうすでにできるっていうんだったら成長の余地はないわけですよ。伸びしろがないわけですよね。でもまだ全然できてないということであれば、伸びしろがいっぱいなんで、まだまだ成長の余地があると言った時にね、人っていうのは過去最高の自分自身が今この時にこの瞬間にいて、目の前に過去最高の相手がいて、過去最高のみんながいるっていうふうには思えないっていうことなんですよね。少なくとも日常生活の中ではなかなかそういう思いで日々を生きるってことはできてないっていうか、かなり難しい、相当難しいということです。じゃあなんで難しいのかっていうことなんですけど、それはですね、やっぱり人っていうのは簡単に判断したがるんですね。とにかく物事っていうのをあんまりこうね、こう真剣にっていうか、そう複雑難解に考えた末にっていうことで判断するよりは、簡単に判断したいわけですよ。分かりやすく判断したいわけですね。やっぱりこう人間の脳っていうのは情報処理の機関としては、かなり使えるエネルギーが少なすぎるので、もう世界全体で78億人、日本で1億2600万人、東京で1400万人、っていうふうに考えたときに、その人たちのことを一人一人深く理解してとか、脳の、その処理能力っていうか、器の大きさっていうかね、からして、無理なわけですよ。だから一人一人のことをね、ものすごく簡単に理解したいんですね。もうこの人はこういう人、この人はこういう人、この人はこういう人っていう形で簡単に理解したいわけですよ。でなったときに、すぐね、やっぱりこうね、判断できることっていうのを好むんですよね。いやこの人っていうのはね、例えば生い立ちから、例えばどういうご両親の元で生まれて、そして、どういう、幼少期を過ごし、どういう、青年期を過ごしみたいな、本当に目の前の相手の人を真剣に理解しようと思ったら、それをやっぱりやった方がいいんですけれども、じゃあそれを、じゃあ何人の人にできますかって言ったら、そんなにたくさんの人にはできないわけですよね。せいぜい脳の、情報処理能力から考えると、もう7人ぐらいが限界だということなんですよね。そこまで深く一人の人を理解しようということで、時間とかエネルギーとかを投入するってなると、はっきり言ったら7人ぐらいが限界ということなわけですよね。そうなるとだんだん、いやもうこの人はこういう人だから、この人はこういう人だから、男性はこういう人で、女性はこういう人で、年長者はこういう人で、年少者はこういう人でみたいな、日本人はこういう人で、アメリカ人はこういう人でっていうことで、どんどん、名前をつけて、ラベルをつけて、そしてレッテルを貼って、それでこう認識するっていうか、区別をつけていこうとするわけですよね。すごく少ないエネルギーで、この人のことは知ってるとか、この人のことはもう分かったという気になりたい、そういう気分になりたいというのが人間だったりするわけですよ。ってなった時に、じゃあ一番分かりやすくね、相手を理解する方法は何かって言ったら、これも結果を見るってことなんですよね。結果を見る、今どういう結果を出してるんですかという、結果を見るということになるわけです。で結果見れば、その結果に至るまでの過去っていうのが大体こうね、類推できるっていうか、推測することができるわけですよね。あ、こういう結果出してる人だったらきっとこういう人なんだろうなとか、っていうふうに類推する、推測することができるということです。だから一番簡単に分かりやすいのは、結果で判断するっていうことですよね。今どういう結果を出してるのかっていうので判断するというのが分かりやすいわけですよ。ってなったら当然ですよ、今回の話の大前提っていうのは、人は生まれながら、赤ちゃんとして生まれながら生きてる間成長し続けるっていうのが大前提なんですけど、じゃあ結果は右肩上がり一直線に上がっていきますか、人生でっていうことで考えた時に、さあ上がっていかないんですよね。成長はし続けるかもしれないですけれども、人生における結果っていうのは右肩上がり一直線に上がり続けるっていうことは、これはまだない
の模型ですよ、基本的には。普通は上がったり下がったり、上がったり下がったり、上がったり下がったりなんですよね。本当に人生山あり谷ありではないですけど、上がったり下がったり、上がったり下がったり、上がったり下がったりするわけですよ。うん、ってなった時にね、人っていうのは、まあ、上がっているっていうのであれば、ね、ある人を見たらその人は明らかに上がっていると。で、結果も出しているということであれば、あ、こんなにね、すごい結果を出している人だったら、きっとね、すごくね、まあ、ありとあらゆる面で、まあね、すごく優れた人なんだろうみたいな、まあ、そういった類推っていうのをするということですよね。逆に下がってる相手を見た時に、だからね、失敗したんだ、だから良くないんだと、だからあなたはここをこういうふうに直した方がいいんだと、あなたはこういったところの欠点があるというものの見方をするわけですよ。まあ、それがね、まあ、はっきり言ってエネルギーを、人間の脳があまりエネルギーを使わないで人を判断する、まあ、簡単な方法なんですよね。うまくいってる人を見たらね、すごいすごいすごいで、ありとあらゆる面がきっとこの人はね優れてるんだろうみたいな、いうものの見方をするわけで、逆に相手の結果が出てないとね、なんか失敗したとかね、そういった、まあ、状態を見たら、ね、だからうまくいかないんだよと、だからそこが良くないんだよと、もっとそこはこういうふうにするべきなんだよというふうに、まあ、ものの見方をするわけですよ。決して相手の過去最高っていうのを見ようとはしないっていうことなんですね。うん、だから、ね、人の本質っていうのは生きてる限り成長し続けるわけですよ。だけどその人が出してる一人一人の結果っていうのは上がったり下がったり上がったり下がったりするんで、上がってる時には高評価、下がってる時にはね、まあ、はっきり言ってボロクソを言うと、非難したり批判したりして、もうね、もうケチョンケチョンにね、言うと、もうここぞとばかりに畳みかけるというようなものの見方をする場合が多いということなんですよね。で、それは一般的に、まあ、人間の脳の情報処理能力の、まあね、限界から考えて、まあ、やむを得ない部分っていうのもあるんですけど、ただそれだと真理ですよね、本当の姿っていうのを、まあ、見るっていうことができないということなんですね。うん、だから、まあ、例えばその人がね、仮にですよ、まあ、マイナスの状態に陥ってる、例えばすごくね挑戦したんだけどうまくいかなかった、失敗した、だからマイナスの状態に落ちている、ってなった時に、いやもうあの人はダメだとか、あの人はねもう失敗したとかね、間違っているとかね、だからここが良くなかったんだとかね、まあ、世の中には評論家とかね、そういう批判家っていう人はもういっぱいいますけれども、まあ、そういうものの見方をされるわけですけど、それって本当に本質なのかっていうことなんですよ。うん、そこを考えたいということなんですね。で、それで過去最高っていうものの見方がすごく大事だということなんです。うん、で、人生の結果っていうのは右肩上がり一直線にはいかないと、ね、上がったり下がったり上がったり下がったりするっていう話なんですけども、じゃあなぜ下がるのかっていうことですよね。人間ってずっと成長し続けてるはずなんだったら、じゃあなぜ結果が下がるってことがあるのかっていうことなんですよね。成長し続けてるんだったら結果も右肩上がりで上がり続けてくれればすごく分かりやすいんですけれども、本人はずっと成長し続けているのに、過去最高の自分っていうのを日々更新し続けているのに、じゃあなぜ結果が下がることがあるのかっていうことなんですけど、それはもう簡単なことで、ね、人は常に新しいことを挑戦する、新しいことを試みるからなんですね。だから失敗するわけですよ。うん、だから今までやってきたことをそのまま繰り返すってことになると、ね、そんなに大きな失敗はしないんですよね。うん、これは昨日もやってたことです、これは先週もやってたことです、これは先月もやってたことです、これは去年やってたことです、これは10年間ずっと やり続けてきたことなんですということであれば、新しいことを試みないで過去やってきたことをただこう今日も繰り返すだけだったら、はっきり言ったら失敗する可能性はかなり小さいわけですよ。まあ、なんでかって言ったら、もう繰り返しの経験値があるので、ね、はっきり言ったら無意識でもできるような状態になっているということですよね。だからうまくできるわけですよ。だから結局それで失敗しない可能性が高いわけですね。でも、人生は山あり谷あり、山あり谷ありで、ね、下がるってこともあるというのはなぜかって言ったら、漫然と、ね、例えば10年前のことを10年間ずっと繰り返しているわけではない、ということですよね。まあ、例えば去年のことを、ね、漫然と今年も繰り返しているわけではない、先月やったことを今月もね、ただ漫然と何も考えないで全く同じようなことを続けよう、繰り返そうというふうにしているわけじゃないということですよね。まあ、極論日々ですよ。まあ、少なくても1週間単位では PDCA プラン・ドゥ・チェック・アクションですね、計画立てて実行して、数字検証して改善するというのをまあ測っているので、まあ、1週間単位ぐらいで測っているので、まあ、結果的には次の週っていうのは何らか新しいことを試みたり挑戦したりするわけですよね。そうすると逆に
ですね、数字っていうのがまあ一時的に下がるということもあるわけですよ。まあ、それが1ヶ月単位で下がったり、3ヶ月単位で下がったり、半年単位で下がったりするってことはあるということですよね。まあ、人の実力っていうのは経験値なので、ここ大事なことなんで繰り返しますけど、人の実力っていうのはとにかく経験値なんですよね。だから経験がない新しいこと、初めてのことっていうのは、まあ、誰がやってもうまくいかないんですよ。まあ、これは誰がやっても、その人にとって初めてのことですと、初挑戦ですとね、っていうことであれば、まあ、それはまあ経験がないわけですから、だから結局誰がやってもうまくいかないわけですよ、ね、それは本当に年齢関係ないわけですよね。40代の人が、ね、自分にとって初挑戦のことをやれば、まあ、大抵最初はうまくいかないんですよね。50代の人が自分にとって、ね、人生初体験、初挑戦のことをやれば、まあ、それ大抵うまくいかないんですよ。まあ、それは60だろうが70だろうが全部ね、同じと、要するに経験がないことを新しく試みれば、まあ、失敗するんですよね。うまくいかないわけですよ。だから人生でおける結果っていうのは下がるということになるわけです。でも今回の話のテーマっていうのは過去最高っていうテーマでしたよね、だからそこで本質を見れるようになりたいということです。例えばある人がですね、何か新しいことに挑戦しました。今までやってなかったことをやりました。そしたら失敗しました。失敗する方が当たり前なんですよ。経験がないわけですから上手にできないですよね、だから失敗しましたとって言った時にね、その人の失敗したっていうね、結果だけを見て、だから言ったじゃないかとね、いやもうね、自分はね、もうやる前から失敗すると思ってたよと、なんでそんなことをやったんだとね、やらない、ね、自分はね、やらなかったからすごく賢かったと、あなたはね、まあ、はっきり言ってね、まあ、やる前から分かってたような失敗を実際やるわけだからね、賢くなかったみたいな、まあ、そういう判断っていうのをしがちなんですね。でもですよ、でも全ての人は赤ちゃんから今の、自分になってきてるわけですよね。赤ちゃん、生まれてきて赤ちゃんの状態から今の状態になってきてるわけですよ、でその人が30歳だろうが40歳だろうが50歳だろうが、30年前40年前50年前は赤ちゃんだったわけですよね。でその時っていうのは何もできなかったわけですよ。何にも、ね、本当にゼロだったわけですよね。もう泣いて、例えば保護者ですよね、まあ、親とか保護者にもう助けてもらって、まあ、母乳飲ませてもらうとかミルク飲ませてもらわないと生きることさえできなかったわけですよ。だからどんな人も赤ちゃんから始まっていて、どんな人もゼロから始まってるわけですよね。その状態からですよ、その状態から、例えばじゃあ10歳の子ってなった時に、ね、圧倒的に成長してるっていうことなんですよね。赤ちゃんの状態からスタートしてって10歳ってなったら、まあ小学校4年生とかだったりしますけど、その10歳小学校4年生ってなると圧倒的に成長してるわけですよ。できることが増えてるわけですよね。じゃあ小学校4年生って失敗しないのかミスしないのかって言ったら、そんなことは全然ないわけですよ。まあ日々ね、たくさん失敗してた、いるわけですよね。何か例えば小学校に持っていくものをね、忘れたとかね、忘れ物をした、逆に学校から家に持って帰ってくるのを忘れ物をしたとかね、そういうことをね、学校の勉強でね、何かの問題で間違えたとか、なんか体育の時間とか音楽の時間とかで何かね、まあ、失敗したとか、人前で少し恥をかいたとか、まあ、いっぱいやってるわけですよね。ってなった時に、じゃあ忘れ物をしたっていうね、小学校4年生に対して、だから言ったじゃないかと、お前やっぱり忘れると思ってたよと、ね、いつもいつも気をつけなさいって言ってるでしょみたいな、っていうことを人は言いがちなんですよ。でもよくよく考えたら、その子は10年前赤ちゃんだったわけですよね。何もできなかったわけですよ。何もできなかった子が10、たかだか10年ぐらいで相当ですよ。で例えば自分で、ね、学校に行く前の準備をして、ね、そして学校に歩いて行って、親の同伴ではなくて自分で行って、ね、そして学校生活を送って、ね、家に帰ってきて、ね、子供によっては習い事に行ってみたいな、でめちゃめちゃ頑張ってるし、ものすごい成長してますよね。でその姿っていうのをなぜか周りの人が、まあ、見れなくなるんですよね。要するに物事の本質っていうか、人の本質が見れなくなるわけですよ。ついつい目の前の今この時この瞬間確認できる一番近い、時間的に距離的に一番近い失敗だけに焦点が当たってるわけですよ。それ本人のせいなのかっていうことですよね。本人は赤ちゃんの時も10歳の時も何も変わってないんですよ。要するに新しいことを試みて最初はうまくできなくて、うまくいかない、失敗してるっていうだけの話ですよね。最初の赤ちゃんだって、ね、一番そのままの状態だったら一番人生楽ですよね。本人が成長しないで生まれたばっかりの赤ちゃんだったら、もう自分が泣きさえすれば親とか保護者とか周りの人たちがもう右往左
作をして、なんとかなんとか助けてくれるわけですよ。うん、で、その状態が一番楽ですよね。その状態が一番楽なのに、じゃあなんで、ね、人間は成長しようとするのかと。で、首が座ってね、寝返り打てるようになって、ずりばいして、ハイハイして、捕まり立ちして、立って歩いてと、いうことをわざわざする必要ないじゃないかと。で、自分ができることが増えれば増えるだけ、周りの目の、が厳しくなりますよね。最初は赤ちゃんだから自分は何もでき、その赤ちゃんが何もできないことをみんなね、むしろ微笑ましく見てるわけですよ。うん、いや、かわいい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 ということで、何もできない赤ちゃんのことをひたすらひたすらかわいいと言ってるわけですよね。その子が本当にちょっとしたことですよ。それこそなんかね、目を開けてね、いよいよなんかちゃんと物が見えるようになった、あ、この子目が見えてるっていうので褒めていたりするわけですよね。要するに最初は0点だったのがね、1点になったみたいな感じで、すごいね、やっぱり喜んで褒めてくれるわけですよ。要するに物事を見る時の、その要するに大人が赤ちゃんを見る時の目っていうのが加点法ですよね。0点プラス1点で1点になったと。いや、この子目が見えてるよと、ね、目が見えてると、自分の方をじーっと見て、これ目が見えてるねっていう風に、0点プラス1点で加点法で1点っていう風なものの見方ができてるわけですよ。あ、この子ね、首座ってるとね、首座ってるとね、最初はね、ちょっと本当に首がね、大丈夫かなっていうことでね、恐る恐る抱っこしてたんだけど、ちゃんとこの子首が座ってるとね、すごいとね、もしかしたらね、もう近いうちに、ね、なんかね、寝返り打てる匂いになるんじゃないかみたいな感じで、じゃあ1点が2点になったみたいな感じで、まあ、すごくね、こうね、加点法でものを見てるわけですよ。で、その頃からね、結局人間とか人生ってほとんど変わってないんですよね。要するに今までできなかったことを新しく挑戦して、案の定最初から上手にできない、だから最初は上手にできないから失敗したっていうのをただただ繰り返してるだけなんですよ。昔は、赤ちゃんの頃はそれがたまたま首が座ったとか寝返りだったり、もしくはずりばいだったり、ハイハイだったり、捕まり立ちだったり、立ったり歩いたりということだったのが、全く違うことになってるってだけですよね。いや、小学校だから忘れ物しないように、ね、準備をするとか、学校の中で国語社会算数理科の勉強で、まあ、失敗しないようにする、ミスをしないようにすると、やることは変わっていたとしても、でも自分にとって初めての新しいことをに何らか挑戦して、そしてこうその過程で成長しようとしていることには変わらないわけですよね。だ、本人変わってないわけですよ。新しいことに挑戦して、それで最初のことだから経験値がなくて失敗してうまくいかなかったと、だけどそれでもまた次の日もちょっとね、努力して、で、今度はできるようになろうっていうのを繰り返してるっていう意味では、本人は何も変わってないわけですよ。じゃあ変わったのは何なのかって言ったら、本人じゃないですよね。周りのものの見方が変わってるっていうだけなんですよ。いつの間にか今度は減点法で見られてるわけですよ、ね、昔赤ちゃんだった時は自分は0点で、ね、プラス1プラス1っていうものの見方をされていたのに、気がつけば100点満点が基準で、ね、ここマイナス1、ここもマイナス1、ここもマイナス1っていうものの見方をされてるっていうだけなんですね。だから人の本質っていうのは、生きてる限り成長し続けていくと。だからね、今この時この瞬間生きてる自分自身は過去最高の自分だし、目の前の人は過去最高の相手だし、社会は過去最高の社会であると。そしてその社会の中に生きてる人たちはみんな過去最高の自分を生きてるんだっていうのが本質だったとして、そういうものの見方っていうのができるかって言ったら、ほとんどの場合はできてないってことなんですね、うん、なんか目の前の人の欠点とか失敗だとかね、そういったものを見つけて、だからうまくいかないって言ったじゃないかみたいなね、そんなのやる前から分かってるよというものの見方しかできないということなんですよね。そういう、こう、批評家批判家が本当に多いということなんです。でも、よく考えていただいた場合に、結果は確かにそうかもしれないんですよ。結果は、今目の前の相手は何らかね、失敗してるかもしれない。ね、ミスをしたかもしれない。まあ、例えば金銭面で損をしたかもしれないですよ。でもですよ。じゃあなぜ失敗したのかっていうことですよね。なぜ失敗したのか。それ簡単な話で、相手は過去の延長線にはない何らか新しいことに挑戦したからですよね。試したから、だから失敗してるわけですよ。これが、まあ、10年前も20年前も30年前も全
全く同じことをやり続けていたら、そんなにね、人からバカにされたりね、笑われたりね、けなされたりみたいな、そんな大きな失敗しなくて済んだわけですよ。ものすごく無難に、まあ、やっていきさえすればね、そんな人から非難されるほど大きな失敗っていうのはしないで済んでるわけですよね。じゃあそっちの方がいいのかっていう話になってくるわけですよ。新しいこと何にも挑戦しないで、試さないで、そしてもう一回自分ができるようになったことをただただ10年20年30年ってね、本当にただ繰り返すだけの方が人間っていいのかっていう話ですよね。それだと本当の意味で最初の大前提が崩れちゃうわけですよ。すなわち人は生きてる限り成長し続けるものだっていう前提が崩れますよね。だって新しいこと挑戦しないっていうことであればさすがに成長しないですから、ただね、息を吸って吐いてるだけだったらさすがに成長しないですよね。で、人間の実力っていうのは結局経験値なので、経験が新しくどんどんね、積み上がっていかないとさすがにその人はやっぱ成長しないですよね。で、じゃあね、その失敗するのは悪いんだと、失敗されたら非難されて当然なんだ、笑われてそう当然なんだ、バカにされて当然なんだっていうのが筋が通るんだったら、だったらもうみんな挑戦なんかしないし、結局極論成長しない方がいいということになりますよね。まあ、だったら赤ちゃんのままが良かったと、赤ちゃんが一番楽だったと、赤ちゃんだったらただただね寝ていて、ただただ泣き叫べばみんなが助けて何とかしてくれたと、そっちの方が人として良かったのかっていうことになってくるわけですよ。でもそうじゃないんですよね。明らかにそうじゃないわけですよ。やっぱり私たちはね、自分たちが一回生まれてこの世に出てきたってことは、何らかこの宇宙とか地球の価値っていうのを1センチか1ミリか 0.1 ミリはやっぱり高めたいわけですよね。自分が生まれて生きたからこそ、ね、この宇宙、この地球、この社会がほんの少しかもしれないけど確実に良くなったっていう状態にしていきたいわけですよ。まあ、そういうなんか使命とかミッションみたいなのがなんかね、もう埋め込まれてるわけですよね。だから成長欲求があるわけですよ。じゃなければ赤ちゃんのままが一番楽ですよ。自分が何もしなくていいわけですから。でもそれでもやっぱりなんで、じゃあね、人は例えば走ろうとするのか、歩こうとするのか、走ろうとするのか、言葉を覚えて話そうとするのかっていうのを考えたら、やっぱりその楽っていうのをはるかに超えて、何らかその自分が生きたという証みたいなのを生きてる間に残そうとしてるわけですよ。で、それで自分が宇宙なり、まあね、地球なり、社会なり、地域なりを何らか良くしようというふうな、そういうなんか生まれながらのね、その使命ミッションみたいなのが埋め込まれてるわけですよね。だから成長したいわけですよ。じゃあ成長するってなったら、常にやっぱり新しいこと、ね、ただ古くの先人が、ね、作ってくれたことを漫然と何も考えないで繰り返すだけでは、ね、その地球の発展とかに貢献することができないので、だったら新しいことに何か挑戦するわけですよね。でも新しいことに挑戦するってことは経験がないわけですから、経験がないってことは実力がないんでうまくいかないんですよ。だからそこで失敗します。で、失敗してそれが、ね、バカにされたり笑われたりするっていう社会ははっきり言っておかしいっていうことなんですね。で、そのおかしな状態の方があまりにも多数なので、まるでそれが当たり前のようになってるんだけれども、そのものの見方っていうのをね、やっぱり正していく必要があるっていうことですよね。それはありのままじゃないし、本来あるべき姿ではないということです、で、挑戦して失敗してうまくいかなかった人を、ね、非難したり批判したりして、ね、みんなが、ね、萎縮して、それぐらいだったらじっとしておいた方がいいと、で、過去の先人たちがやってたことをそのまま繰り返した方がいいと、前例をとにかく踏襲し続けた方がいいってことになりますよね。で、とにかく動かないこと、挑戦しないこと、新しいことを試みないことの方がいいと、ね、いうことになってくるわけですよ。その結果、日本ってじゃあどうなってますかっていうことを考えた時に、いや、子供ってね、まあ、はっきり言ってね、産まない方がいいと、ね、結婚もしない方がいいと、ね、結婚すると例えば経済的に損だみたいなね、経済的な、ね、全てなんかね、経済で考えて、ね、結婚っていうのは、まあ、例えば経済的には損だと、一人暮らしの方が、まあ、自分の時間とか自由で、ね、お金っていうのは全部自由に使えるからそっちの方が得だと、ね、まして子供なんか作らない方がいいと、子供を作れば例えばね、子育てとか
教育にお金がかかるから、かえって夫婦生活がね、まあ、例えば生活がより厳しくなると。だから子供はね、結局作らない方がいいと。まあ、その分ね、教育費がまあかからないんで、まあ、夫婦のね、自由な時間とかお金っていうのを確保しやすいんだと。だから結婚なんかしない方がいいし、子供なんか産まない方がいいし、子育てなんかしない方がいいと。ね、逆に、まあね、もしお金が余ってるんだったら、まあ、人口が一番多い65歳以上の人たちにお金をたくさん使った方がいいんだと。ね、国家予算100兆円のうちの30兆円以上は、まあ、社会保障費みたいな感じで実質ね、選挙によく行く高齢者のためにお金を使った方がいいんだと。っていうのが実情だったりするわけですよね。もう少子高齢化っていうのがね、ずっとまあ分かりきってる状態で、どん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 ね、こうなんかね、経済大国日本は沈没する方向に行ってるわけですよ。未来を今から作っていく新しい価値を生んで作ろうとしている、子供たちはどん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 少子化で、ね、もう本当に、ね、1年で、まあ、日本の赤ちゃんってもう年間80万人ぐらいしか生まれないわけですよ。我々、ね、の世代、団塊ジュニアの世代っていうのは1学年200万人ぐらいでしたけれども、もう今ね、もう半分以下どころか、もう間もなくね、3分の1に近づこうとしてるぐらい少子化っていうのは進んでるわけですよね。逆に高齢者は年々過去最高を更新してるわけですよ、うん、だからまあ結局テレビとかも結局視聴率が取れる、ね、例えば高齢者向けが、一番番組としても、テレビ CM としても流されて、逆に子供は人口のパイが少ないんで、結局子供向けのアニメっていうのは、まあ、テレビではなかなか放送されない、当然広告宣伝とかお金も出ないということですよね。で、そうした時にもう何でもかんでもね、結局もう過去の前例ですよね。まあ例えば過去の先人が、ね、やってきたことをそのまんまね、続けていく、先人がやってきたことをそのまま前例を踏襲し続けていくだけで、それそうすれば確かに失敗は減ります。ミスもしなくなるかもしれません。で、それで本当に発展しますかということなんですよね。で、そうじゃないということですよね。やっぱりね、何らか新しいことを試みて挑戦するっていう人が一人また一人っていう風に増えていって、その人たちをむしろ応援したり称賛するような社会になっていかない限り、社会全体がね、発展していくってことはないわけですよ。じゃあなんで目の前の人は失敗したのか、なんで目の前の人はね、うまくいかなかったのか、もしくは経済的に大きな損をしてしまったのか。簡単ですよね。挑戦したからですよ。挑戦したから失敗してるんですよ。挑戦してなかったら失敗なんかしてないわけですよ。こうやればいいよっていう無難なことばっかり続けてたんだったら、そんなに失敗することはないんですよ。だけどそれでも目の前の人が何らか失敗したとか損したとかね、恥をかいてるって言うんだったら、その人は明らかに挑戦したからですよ、新しいことにね。で、その人たちをじゃあ非難したり批判したりする社会を続けていくのか、それともね、やっぱりこの人は勇気がある、勇敢だとね、本当にね、すごく大きなリスクもあっただろうに、ね、やっぱりね、人の役に立とうとか社会に貢献しようということで大きなリスクを取ってね、チャレンジしてるという風なものの見方ができるかどうかっていうことなんですよね。で、それをほんの少しずつでもものの見方っていうのをより本質的に、より真実に近づけていきたいというのが、まあ今回のテーマになるわけです。だから過去最高ということですよね。これはお世辞でも何でもないんですよ。事実なんですね。人はね、本来は生きてる限り成長し続ける方が当たり前だから、生まれたばっかりの赤ちゃんの状態が一番何もできなくて、で、逆に亡くなる寸前、それが80、90、100、120何歳だったとしても、その人の過去最高っていうのは、亡くなるもうね、五輪中の一歩手前っていうのが過去最高のその人であるはずなんですよ。それだけやっぱり日々一生懸命生きて、その人なりに何らかね、物事を考えて、そして何らか行動し、ね、生きてる限り少しでも、自分を成長させ、人の役に立ち、社会に貢献しようという思いで生きてるわけですよね。ってことは、目の前の結果なんかにとらわれる必要がないってことです、うん、結果は上げ下げするんです。だから下がるってこともあるんですよ。特に新しいことを、ね、試みればうまくいかない、失敗するってこともあるんで、下がることもあるわけですよ。でもそれは物の見方がすごく短期的すぎるってことですよね。じゃあ赤ちゃんの時と比べたらどうですかと言った時に、ものすごい上がってるわけですよね。ものすごい上がってるわけですよ。だから例えば、じゃあ最初はね、赤ちゃんの状態だったから、最初は0点でしたと、0でしたと、自分はもう何もできなかったと、周りの大人たちが右往左往してくれて、やっと自分を助けてくれた、生きることを、ね、手助けしてくれた、ゼロでしたと、自分は何もできなかった、ゼロでしたということですよね。で、人生の結果っていうのは上がったり下がったり、上がったり下がったりしますということですよね。だから1まで上がったと思ったらマイナス2まで落ちたと、
だけどマイナス2に落ちたんだけれども、そこから這い上がって4まで上がりましたと。で4まで上がったんだけど、ね、そこでまた失敗して、ね、マイナス6まで落ちましたと。でもマイナス6まで落ちたんだけど、その後、ね、プラス8まで行きましたみたいな、ね、そして、まあ、上げ下げ上げ下げしながらプラス8プラス16プラス32っていう風に、まあ、人っていうのは成長していくわけですよね。でその1が4になり、4が8になり、8が16になり、16が32っていうのは右上がり一直線じゃないわけですよ。その途中でマイナス2とかマイナス6とかマイナス10っていうのを体験してるわけですよね。それはやっぱりね、上にこうね大きく飛び上がろうとするならば、一回下にね、沈み込まないと、しゃがまないと、やっぱり上にね、反発してこう飛び上がる力が生まれないっていうのと、人っていうのはやっぱりね、うまくいった時はやっぱりね、傲慢になるっていうか増長するんですよね。まあ、これってどんな人もそうの傾向はあるんですよ。やっぱり自分がうまくいって成功してしまうと、なんか例えば夢を叶えたとか成功したとかね、目標を達成したってなると、なんか自分の考え方は正しいとかね、自分には才能があるんだとか、やっぱりね成功するだけで自分は一生懸命努力してきたんだみたいな、だからそういうこう自分の才能とか努力っていうのに、まあ、うぬぼれる傾向があるんですよね。まあ、だから下に落とされるみたいな感じになるわけですよ。うん、でそうして下に落とされて、本当に、謙虚にね真摯に反省して、まあ、自分っていうものをもう一回ね、しっかりと、まあ、学び直すっていうか、ね作り変えるっていうかね、改善する、改めるべきところは改めて、もう一回上に上がろうとする、まあ、それをこう繰り返してるわけですよね。でそうした時に結果だけ見た時に、じゃああの人はマイナス2に落ちた、マイナス4に落ちた、マイナス6に落ちたっていう、そこばっかりを見ていたら、ね、じゃあもうねそういうね落ちたらね結局叩かれるっていうんだったら、みんな挑戦しなくなりますよね。もう当たり障りがない無難なこと、無難なことっていうのをね、過去の先人が続けてきたことをそのまま続けていこうというふうにするわけですよ。当然人は成長しないし、社会も成長しないということになるわけですよね。そうではないわけですよ。まあそんなね、こう今この時この瞬間ね、そううまくいってるとかうまくいってないっていうのは本質じゃないっていうことなんです。ましてね、こう世間の見る目とかね、大衆の意見とか多数決の原理なんてね、本当に当てにならないんですよ。当てにならないです。結果も当てにならないし、もう多数決の原理も当てにならないです。もし多数決が本当にね当てになるんだったら、今日本こんな風になってないですから。少子高齢化でね、なってないんですよね。いやそれも結婚しない方が、ね、得だと、子供は産まない方が得だと、ね、そしてもう年金が、ね、もらえるかどうか分かんないんで、20代から、ね、コツ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 、ね、節約貯金して40年後45年後のためにお金を貯めた方がいいんだと、ね、できるだけ最小の支出で、ね、できるだけ最小の支出を、ね、なんとか賄えるだけの生活費があれば、もうそれで人生いいじゃないかみたいな、そんな、ね、多数決の原理が本当に合理的であるはずがないわけですよ。それで本当に人は成長しますかと、本当にそれで社会はね、発展するのかと、反映するのかって言ったら絶対ノーですよね。ってことはやっぱり世間のね、その多数決の原理みたいなのに、本当のその人間の成長欲求を持ってる人っていうのは負けちゃダメなんですよ。ね、だから多数だからって言っていつもいつも合ってるわけじゃないですよ。もちろんね合ってる場合もあります。多数が合ってる場合もありますけど、いつもいつも合ってるわけじゃないですよね。逆に少数だからって言っていつもいつも間違ってるわけじゃないんですよ。少数だったとしてもね、いやこれはどう考えてもおかしいっていうものはおかしいっていうことに気づけるし、ね、いやこれはもう絶対自分の信念貫くっていうのが正しい場合もあるっていうことですよね。ってなった時に、まあ、普通の人っていうのはもうとにかくね、最小の、まあ、能力っていう、脳の力ですね、脳の情報処理、最小の努力で、もうね、ありとあらゆるものが分かった気になりたいと、知った気になりたいっていうね、すごくこう脳の省エネ状態で生きてるので、だからみんなは何て言ってるんだろうとかね、ね多数は何て言ってるんだろうと、今世論調査何パーセントなんだろうとね、そして、まあ、今目の前の人はどんな結果出してるんだろうって、もうそれだけで判断するっていうことですよね。うん、だけどそれって本質じゃないってことなんですよ。でそういうものの見方をし続けてる限りは、ね、結局もう目の前の結果でしか判断できないし、みんながどういうふうに言ってるか、どういうふうに思ってるか、どういうふうに言ってるかでしか、結局自分も判断できないということです。もし本当に本質を見たいということであれば、目の前の結果なんかどうでもいいんですよ。その人の潜在能力が知りたいんですよね。知りたいのは過去じゃなくて未来なんですよ。過去、結果を、ね、どれだけ分析したとしても、
それは過去を類推する役には立ったとしても未来を類推する役には立たないですよね。未来を類推するためには潜在能力を見ないといけないわけですよ。その人の本質みたいなものを見ないといけないわけですよね。だから目の前の結果なんかどうでもいいし、ましてね、多数の人たちが世論が何ていうふうに考えているかなんてどうでもいいんですよ。そうじゃなくて、過去最高っていうものの見方をするってことがすごく大事なんです。過去最高、ね、自分自身は、ね、今出してる結果とかそんなのどうでもいいと、過去最高の自分が今この時この瞬間生きてるんだということですよね。今までね、毎日毎日自分なりにですよ、他者の目じゃなくて客観の目じゃなくて主観的に日々一生懸命生きてきた。だから、ね、赤ちゃんから生まれて何もできないゼロの状態から今の自分っていうのは過去最高の自分が今生きてるんだと。そして目の前にいる人も全く同じで、その人も赤ちゃんだった時代があって何もできなかったのに、ね、こんなにいろんなことができるようになった過去最高の相手が目の前にいるんだと。そしてその人たちが集まっているのが過去最高のみんなが集まっているのが社会であり地域であり地球であるんだというものの見方ができているようになってくると、まあ、はっきり言って人生というのは本当に抜本的に変わっていくということですよね。本当にその目の前の結果とか、ね、世間の評価とか評判とか、ね、世論とか、ね、それこそ、ね、情報社会の情報とかそういったものに、まあ、振り回される人生が完全に終わるということですよね。いやもう過去最高の自分がね一生懸命やって、ね、過去最高の相手とね日々接しているというそういうね、まあ、態度で生きていったならば、もう人生というのはそこからもう劇的に抜本的に変わっていくということですよね。そういうものの見方が本質なんだということです。これはね自分に対してねなんかね、無理やり肯定的に捉えましょうとかね、お世辞を言いましょうとかそういう話じゃないんですよ。それが本質だっていうことなんですよね。その人が今ね失敗してたとしても赤ちゃんの時から比べたらものすごい成長してるはずなんですよ。そして未来の結果を想像したいっていうんだったら過去の失敗じゃなくてその人の持ってる潜在能力ですよね。そのところを見ない限りは未来を推測することはできないということです。だから未来良くなってるっていうんだったらその人はやっぱ過去最高の自分になってるはずなんですね。いろんな経験いろんな失敗から学んで、ね、その人は経験値を積み実力を上げ続けてるっていうその潜在能力っていうのを見るっていうのが人を見る時の本質だということです。それが過去最高っていう考え方なんですね。だから常に自分も過去最高だし目の前の人も過去最高だしみんなも過去最高で過去最高の社会が過去最高の地球がっていうものの見方をしていくということですよね。そういうものの見方をしていくとじゃあね当然10年後は今よりもさらに良くなってる方が当たり前だし20年後はさらに良くなってる方が当たり前ということですよね。それをずっともうそういうものの見方でね生き続けていったならば10年後20年後30年後は今自分が想像しているはるかに優れた、まあね、自分がはるかにねもっと発達した繁栄した、まあ、地球社会の中で生きることができているというのが今回のお話になります。はい、今回の動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。